阿部監督、連勝ストップに、お気持ち表明。優勝マジック点灯の可能性がある一戦で巨人は最下位ヤクルトに完敗し、連勝は3でストップした。投打に圧倒され、連勝が止まった試合後、阿部慎之助監督は、大事な一戦で3回持たず、降板となった山崎について、ピリッとしないから抹消する。多分、投げてあと1回だろうから、そこで万全にしてもらって、それだけかなと淡々と語った。続けて、抹消するから、ちゃんとリフレッシュして体調整えて戻ってきてくれればと抹消を明言。残り15試合、今後については、今日は今日、明日は明日と前を向き、会見を終え引き上げた。今季22度目の先発マウンドとなった山崎伊は、初回に村上に真ん中への直球をバックスクリーン右横上段に運ばれ3点を失うと、3回には山田にタイムリーヒットを打たれ4失点目。続く松本にも7安打目を打たれたところで無念の交代となった。降板後には、先発としての役目を果たせず、チームに申し訳ないですとコメントした。今のチームの状況、チームの誰がタイトル争いをしているのかを理解できない足りない奴をこの後に限らず、一回たりとも投げさせるべきではないね。連敗しないことが大事なので、明日勝ちたいね。最下位に負けてるようなら、まだ本物ではない。優勝もまだわからない。初回から今日はダメやと思ってたら、アホみたいなど真ん中投げて、村上に打たれてもう見るのやめた。明日からしっかりやろうぜ、ミスは減らしてな。来週の先発どうするんだろう、中4日で回すんだろうか。明日絶対勝たないと、ズルズルいきそうで怖いな。山崎伊織は一回飛ばすってこと？先発足りるのかな？伊織の代わりは赤星か堀田になるの？最下位に貢献しすぎ。この時期に最下位相手に負けているようでは、お話にならない。B クラスが妥当。山崎、しばらく先発起用しない方がいい。何かあるよ、フォーク全く落ちてないし球が軽い、っていうか丸だけがないの、死んだ復活。いつも肝心なところで負けるから、見ていてつまらない。メジャーの方がはるかに面白い。青木の引退会見で、村上が号泣したってニュースを見て、今日はやばいなと思ってた。キレを取り戻してもらわないと、ポストシーズンにも影響しかねない。